活躍できる自信があります。お客さん先に丸腰で行くのが確かにすごいけど、ビジネスで使えないな。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今回はコンサル業界に興味のある方や、コンサルを今から受けようかなと思っている人たちに向けた動画になっております。今回はですね、模擬面接という形で実際のコンサルタント会社に勤務されている方に実際面接をしていただきます。株式会社のスタの東谷と申します。前職ではですね、7年間株式会社東芝という会社で防災システムのシステムエンジニアをやってたんですけれども、その後コンサルタントになろうと思ってノースタンドに転職し、コンサルタントとして2年過ごした後で今人事広報をやっている形になっておりますので、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実際東谷さんも面接官として普段もされているやってますね。どういう人が求められてるかとか、どういう人に向いてるかっていう話をお聞きしてもいいですか。コンサルタントとしてしっかりやれるかどうかってところが3つぐらいあるのかなっていうのがあって、まず1個目が徹底的に相手のことを調べられるか。コンサルタントってお客様の先に行ってお客様の課題を解決していくので、まず相手を知らないとその課題を解決できないんですよね。で、2つ目が徹底的に努力できるか。コンサルタントって毎日やることが違うので、新しい課題に対して努力できるか、そこが必要。で、3つ目が素直かどうかってことがすごく大事で、お客さんと働く仕事なので、生意気じゃなくて素直にきちんと仕事できるよってところって意外と大事なんですよ。なのでその3つが結構大事っていう。ちなみにコンサル特有な部分で必要なスキルとか、はいはい、あの力とかってありますか。コンサル特有で言うと課題解決力みたいなところが必要なので、現状を分析して課題って何なのか、ギャップって何なのか、じゃあそのギャップを埋めるために必要なアクションって何なのか、こういうところをやっていけるかどうかっていうのは必要なスキルになっています。これはでも就職活動して会社に入った後に学べるところなので、スキルとしては必要だけど、今その学生が必要なポイントではそこまではない。株式会社のスタンド東谷と申します。今日は面接よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介簡単にしてもらいたいなと思うんですけども、はい、30秒ぐらいで。金沢大学休学中の久田俊と言います。就活に特化した YouTube チャンネルを運営していまして、はい、就活生にとって有益であったりとか、自分もなんかやってみようかなって思えるようなコンテンツを発信して、今、はい、登録者数が 6.9 万人がいます。今日は触れてこなかった企業であった業界をすごい興味があって、はい、ぜひエントリーしたいなと思って、はい、エントリーさせていただきました。よろしくお願いします。コンサル業界ってすごく分かりにくい業界だと思うんですけどね、はい、なんか調べててこの辺分かんないなってことがあったら、はい、面接始める前にすり合わせしちゃいたいなって思うんですけど、はい、なんか聞きたいこととかってありますか。コンサル業界に関しては、はい、勤めている友達であったりとかから聞いていて、すごくもともと興味があったんですけど、はいはい、一般的な世間のイメージでコンサルって実行をしないっていう風な話は聞いてるんですけど、プロジェクト意思決定をして一緒に仕事を行うことはあるのかどうかっていう点についてお聞きしたいですね。最近ね、ありますが答えですね、はい、コンサルファームって戦略系、ビジネス系、IT 系で、これらを3つまとめてある総合系っていう、まあ大きく分けて4時間あるんです。はい、この中で多分皆さんのイメージにあるのって多分この戦略系のことだと思うんですね、うん、企業の戦略を練ったりだとか、はい、新規事業どうしようそういうことを考えるところだと思うんですけど、知識ってコモディティ化されるっていうんですけども、うん、一般的なフレームワークで戦略練るところってもうみんな知ってるので、そこってお客さんの側も差がないと思う。あ、じゃあどこが大事なのっていうと、実行のところで戦略練るだけ、絵に描いた餅を作るだけってコンサルタントって今あんまりいないっていうところですね。あ、はい、はい、どうぞ。じゃあ御社に入社して活躍できる自信があります。実行力があるっていうのがエピソードなんかあるんですか。先ほどの自己紹介でもあった YouTube チャンネルであったりとかのことを例に挙げますと、はい、YouTube を始めて今実は5年目になりまして、まあ、4年間ひたすらずっとほぼ毎日動画に向き合い続けてきたっていう実行と、はいはい、就活 YouTube チャンネルに切り替えてから2年ぐらい経つんですけど、それまでに70社ぐらいの企業に自分からアポイントメントを取って打ち合わせをして撮影をして編集をして動画をアップするっていうことを実行をしてきたので、そういう点では実行力があるかなっていうふうに思ってます。あ、なるほど、確かにすごいありそうですね。コンサル業界っていろんな会社があるんですけど、ノースサンドについてなんか知っておきたいこととかってありますか。コンサル業界っていわゆるゴールドマンサックスとか、はい、アクセンチャーとか有名企業、もしくは外資コンサルみたいなところの名だたる企業ではないところに行った方が短期間で活躍できるかもしれないなっていう仮説が今あって、実際短期間で活躍できるかどうかっていうのは人によると思うんですけど、お聞きしたいです。活躍したいです。どうなりたいことか活躍
見習いではなくて同じメンバーとして関わるみたいな、はいはいはい、その点で言うと多分大企業もベンチャー企業もあんま変わんないのかな。逆に大手のコンサルファームとノースタンドさんの違いで言うとインダストリーカットって知ってます？分からないです。コンサルタントってあの業界ごとの縦割りがあるんですよ。例えばあなたは金融業界担当のコンサルタント、あなたは製造業担当のコンサルタント、こういうインダストリーカットが大手の企業さんはあるんですよ。なのでずっと金融系のコンサルの仕事しかできませんみたいなことなんですね。ノースタンドの場合ワンプール制なので、いろんな案件ができる。これがまあやれること軸での特徴がある。カルチャー軸っていうところもあって、カルチャーで人間力を大事にしてるよってポイントが好きだなとかって思うんであればビッグファームよりうちの方がいいかなと思います。複数の業界に触れられるっていうのはすごい魅力的だなと思いました。中小活動軸って何なんですか？一番の自分自身の軸は一緒に働く人がやっぱり大事だなと思ってます。なぜなら何をやるかってやっぱ変わっていくと思うんですよ。時代であったりとか、それこそこのサルファームだとやっぱプロジェクトごとに変わると思うんですけど、人は基本的には変わらない、社風は変わらないと思うんで、人は一番大事だなと思ってます。どんな人だといいですか？誠実であること、思いやりがあること、あとスピード感があること、主体性があること、この4つは結構大事だなと思ってます。ノースタンドだと一緒に働きたいと思えるポイントなんかあった？はい、ホームページだったりとか、あとは東谷さんの SNS を見る限り自由度が高そうなところと、あと他のコンサルの会社とやっぱ違うなと思うのは、コンサルで個人で発信する人は少ないなっていう印象はあるんですけど、ノースタンドさんは広報部の方であったりとか、あとは東谷さんであったりっていうのが個人で発信していて、そういうことが許される自由な社風なんだなっていうところは伝わったっていうところと、あとは YouTube をやっているとか、はい、SNS っていうのはやっぱある程度スピード感が求められたりとか、クリエイティブ性であったりとかが必要なところで、そういうところを積極的に取り入れようとしているコンサルの会社なんだなっていうところではすごく魅力的だなと思いました。なるほど、ありがとうございます。アピールできるポイントってありますか？はい、実行力があるので、戦略を考えることは他の方に比べて超強いかって言ったらそうではないんですけど、実行してちゃんと結果が出るまでやり続けるっていうところはやりきる自信はあるので、そこはお力添えできるかなと思ってます。ありがとうございます。大体聞きたいことは聞けました。最後に何か聞きたいことございますか？東谷さんが個人として一緒に働きたい人ってどういう人ですか？うちの会社8ルールスっていう8つのコアバリューがあるんですけど、はい、それにのっとってる人と働きたいなっていうふうに思ってます、うん、スピードで圧倒できたりだとか、うん、想像力と思いやりがあったり、うん、感謝尊敬謙遜の気持ちがあったり、うん、論理かける感じで人を動かせたりとか、ロジックが正しいのは大前提なんですけど、プラスアルファは人としての温かみがある人、うん、そういう人と一緒に働きたいなって思ってます。ありがとうございます。一連の面接が終わったということで丸バツの札を上げていただけたなと思います。バツで理由をリサーチのとこですかね、やっぱ、うん、事前に調べれば分かるポイントっていうのをしっかり押さえれてたかっていうと、そうでもないなってところがあって、いや、おっしゃる通りですね。お仕事やるってます。お客さん先に丸腰でいくのかなっていう感覚があって、うん、そこがちょっと危ういなっていうのが、もう一個がアピールポイント教えてくださいって言った時に、コンサルタントの仕事ではなくて割と広報軸のところに当て込んだアピールをされていて、実行力があるってポイントはすごくいいんですけど、その実行力をコンサルタントのこういうところに当て込めますよってところまで話ができるとより良いかなっていうふうに思っていて、そこのポイントがちょっと惜しかった。カルチャーマッチっていうのをとにかく大切にしてるので、はい、なんかその人間力であったりとか、そういうポイント大事にしてるってエピソードがもっと出てくるかなと思ったんですけど、うん、そこがあまり出てこなかったってところで、バツさせてもらいました。あー、でも納得。お仕事って課題解決なんですけど、課題を解決するための、まあ、スキルセットであったり、得意なポイントっていうのを探してるわけで、うん、ってなってくると、そこにそのスキルが使えるかっていうのがやっぱり一番大事なので、うん、泳ぐのが早いですとか言われても、確かにすごいけど、ビジネスに使えないな。それと似たようなことになっちゃってる。おっしゃる通りですね。これから面接を控えてる方で、その企業のことに対してそれぞれの面接の仕方を考えないとなかなか分かること難しいんだなっていうふうに改めて思いました。ちなみにノースタンドさんも YouTube チャンネルされてるということで、あの施設下の概要欄に貼ってあるので、よかったらご覧ください。ということで本日は貴重なお時間ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。